ジャン・アントワーヌ・ウードン像、レンブラント・ピール・ルガ・ウードン、ディアナ・ルーブル美術館・ウードン作ボルテールの共像、ジャン・アントワーヌ・ウードンは、新古典主義のフランス人彫刻家。啓蒙時代の哲学者、発明家、政治家の彫像並びに、共像で知られる。ウードンは、ベルサイユに生まれた。1761年、ローマ賞を受賞し、ローマに行くが、古代。 ローマやルネサンス美術の影響は全く受けなかった。ウードンは、ローマ滞在中に二つの特徴的かつ重要な作品を制作した。一つは、堂々たるエコロシェで、その解剖学的な造形は、その時代以来、多くの美術家たちの手本とされた。もう一つは、ローマ、サンタマリアデリアンジギ大聖堂の聖ブルーの像である。ウードンはそれから十年イタリアで過ごした後、 パリに戻った。ウードンの作ったワシントン像は、ベンジャミン・フランクリンからわざわざ、大西洋の向こうのアメリカ、マウント・バーノンに招かれた、その所産に作られたものだった。1785年、ワシントンは、モデルとして、ウードンの前に座り、湿った粘土で、体の石膏で顔の型を取られた。ワシントンの型から、たくさんの像が作られ、その中には、 バージニア衆議会の依頼で作られ、現在リッチモンドのバージニア衆議児童にある立像も含まれる。ワシントンの胸像も様々なバリエーションで多数作られた。将軍として軍服を着せられたものもあれば、筋骨隆々に見える、要古典的様式に作られたもの、あるいは、刀芽を着せて、ルキウス・クインクティウス・キンキナトゥスにされたものもあった。ワシントン・キンキナトゥス像は、 バーモント衆議児童にある。1771年、ウードンは芸術アカデミーの会員となり、1778年には教授になった。また、ルイ16世紀の宮廷とつながりがあったことから、ブルジョアと分かって、フランス革命の間は人気を失ったものの、東国だけは免れた。逆に、失政政府及びフランス第一帝政期には人気を取り戻した。ウードンは、 パリで死んで、モンパルナス墓地に埋葬された。またウードンは、フリーメイソンの旧姉妹ロッチのメンバーでもあった。ありがとうございます。